7L4WVU です。今回は、iOS 用アプリの IFTX についての動画です。私は、これまで、FT8 は、中華製の Android 用の無償アプリの FT8CN を使って移動運用をしていました。スマホで使用していると使いにくい点もいくつかあったのですが、機能的に、かなりの優れものでした。iOS 用の使い勝手の良いアプリはなかったのですが、昨年、ネットでこのアプリを知り、今回、ダウンロードして使ってみました。動画では、アプリの概要、無線機との接続方法、そして実際に使ってみて、どのようなものだったのか、まとめました。なお、本アプリの URL は、概要欄に記入しておきますのでご覧ください。このアプリは、スイスの HB9ZNK さんが制作されたもので、iPhone や iPad 用のアプリです。有料ですが、300円と安いのが嬉しいです。個人的には、FT8CN で出ることができなかった、FT4 も出れるのが嬉しいところです。ただ、FT8CN のように、CAT システムに対応していないので、送受信切り替えは、ボックスなどを使う必要があります。受信画面は、文字も大きく、縦型仕様でもわかりやすいデザインになっています。無線機との接続ですが、このアプリは、CAT コントロールには対応していません。今回は、少し前の iPhone に付属されていた、ライトニングケーブルと、イヤフォンのアダプターを使用して、両端が、4極のケーブルで、WVU604F と接続してみました。この無線機は、iPhone から出力される音声帯のキャリア信号で、トランシーバー内部で送信状態に切り替える仕組みになっているので、ケーブル1本の接続で運用可能です。次に実際に使用したところを動画で紹介します。ログデータからハムログへのデータ転送方法は、以下の方法で、問題なくできました。本アプリの QSO ログ画面、このスライドの右上の部分を押すと、SNS やメール転送画面が出ますので、まずは、パソコンにデータ転送を行います。この時のデータは、ADI 形式になっています。これを、ADI2CSV ソフトを使って、CSV に変換後にハムログにインポートすることができました。これまで、FT8CN では、共通ネットワークのクラウドでのダウンロードしかできなかったので、
旅行中のポタイドーでは、途中でデータバックアップができなかったのですが、このアプリでは、こまめにメール転送しておくことで万一のデータ損失を防げると思いました。本アプリを使って、自宅から10曲程度更新してみました。一番良かったのは、CQ を出している曲を画面でタップすれば、すぐに、送信状態になってコールしてくれることでした。FT8CN では、目的曲を画面でスライドするのですが、なかなかタイミングが合わず、ほとんどが、1回遅れで呼ぶことになっていました。また、縦型仕様で、片手で持って運用できるのが良いです。FT8CN では、縦だと、スペクトラム画面が出てくれないので、どうしても、スマホを横にして使用する必要がありました。また、運用中に困ったことは、このアプリの画面から、CQ を出している曲以外を呼ぶことができなかったこと。そして、更新が終わって、別の曲から呼ばれた時に、応答できなかったことなどがありました。使い方をよく理解していないので、何か方法があるかもしれません。しかしながら、ちょっと運用するのには良さそうなアプリです。それでは、動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、チャンネル登録をしていただくと嬉しいです。